手軽と、バッチ、ラサビーホラーサーン州、ズイーバットのヤルダーにて、キャフビーフは、イランのカシイランのヤルダーの祭りイランのヤルダーの祭り、キャフビーフは、陶器、特に、ヤルダーの夜に食される、イランの伝統的な菓子である。主に北東部、特にホラーサーン地域で食される。イランには、各地でヤルダーの夜のためのいくつかの特別な伝統があるが、ホラーサーンでは、 この最も長い夜の間、家族は集まって、キャフビーフを楽しむ。キャフビーフは、アカンサフィラムスクイレオサム、ナデシコ科の植物。ペルシア語で、中爆の根、ビフを元にしている。ビフを水につけ、少なくとも3回洗浄して茹でる。茹でた湯に良い香りと味が出てくるまで水を変えながら、茹でる。茹で汁にまだ香りや味が出ていない時には、特に、 若者たちが茹で汁をお互いに投げ合い、お互いの顔にキャフを塗って遊ぶこともある。アカンサフィラムスクイレオさむ何度か茹でられた後、茹で汁は手軽と呼ばれる大きな器に流し込まれる。バッチと呼ばれるザクロの木の枝ひとまとめにした混ぜ棒を持った家族のメンバー、主に男性が、この手軽の液体を何時間も混ぜると液体は固まっていく。固めるためには、 この作業を涼しい環境で行わなければならない。混ぜていくと、イスファハンのメーカー、ギャズのように液体が泡立った後に水分が減って固まっていく。できたキャフは最後にシーレアングールを混ぜ、クルミやピスタチオなどで装飾された後、ゲストに運ばれる。ホラサーンの特定の場所では、この他にあるダーの夜に若い婚約カップルが関係する別の習慣もある。 男性はこの夜、婚約者に7種類の果物と様々な贈り物を含む食品の贈り物をする。一部の地域では、少女と彼女の家族は青年に贈り物を送り返すことで好意を返す。ありがとうございます。